こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロってこんなに簡単、もう本当にフォーバスって皆さん悩むんですよね。そんなわけでですね、こんなにたくさん使わなくても、まあ、こんだけのボキャブラリーだけでいけますよというお話でですね、今日はこの、僕がいつも言ってるタドンっていうターン A ですね。まあ、この手はどこを叩いてもらっても構わないんですけど、あとはまあ音符1番とね、2番です。で、表拍は右で叩きますので、3番は右左右、4番が5番、これですね。この、6つのタームだけで、音だけでやります。なのでここは右手、これ右左右っていうことでいいですかね。で、ただ A の部分も、これだけでも全然いいんですけど、これ音感の違う A ということでですね、こっちの方が、これがタドンでしょ。で、僕の考えているやり方としては、1小節って4拍って考えるよりかは、2つずつで考えて、4分の2が2つ入ってるんだよ。だから、これ1箱の中に2つ入れたら、1つ出来上がりですよってふうに考えるわけですね。だから、タドンっていうの。で、これを1拍ずつにすると、だと、どれも同じシンコペーション、タド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 ンがこれやって、タドンってジャンプするのに対して、タドンだと、こう、タドン、こう、上に上がる、要はこう、ゴルフでいうところのですね、要はアイアンとかになってですね、こっちがウッドになるわけですね、ボーンって打つと、高くは飛ばないけど、遠くに飛ぶスタイルの。タドーン、タドーンってやつと、タドン、タドン、で、タドン、タドン、タドンって、遠くに飛ばないけど高く飛ぶ。高く飛ばないけど遠くに飛ぶっていう、同じシンコペーションだけど、音化が違うターム A っていうふうに考える。で、これは普通の通常で考えると、これは倍点、リズムが倍に感じる。で、これ、ハーフテンポっていうふうに言われます。だから、ターム A のハーフ、ターム10 A の倍点っていうふうに考えてもらえばいいです。で、倍点っていうのは、だから、もう本当にフィリーがよく使う。フィリーがすごくよく使いますね。よく使うと思いますね。なので、この形で、とりあえずバッと作ってみました。まあ、4小節、まあ、これは僕の教材で作ってあるやつをちょっと一回拝借してきたんですけど、ここまではまあ普通の4ビートをやってきて、で、ここから4バースね。で、4バースちょっとアップすると。そうすると、これはターム A のハーフになるわけですね。なので、で、というふうにすると。だから、こう、フォーバースって3連ですよねって言って、よくみんな3連頑張って使うんですよ。4小節めちゃくちゃ長く感じませんか？だけどこのハーフ、A ターム A のハーフなんか使うんですよ。使えばめちゃくちゃ簡単でしょ。で、しかもこれね、AABA というふうに書いてあるんだけど、タドン、タイムのハーフを使いました。まあ、で、これ A、同じ、これクラッシュ使ってないけど、A を変形させて、全然違うなんか組を作って、で、また同じのをやって、という具合に持っていくと、AAB、同じことを2回やって、違うことを入れて、また AABA っていうのを、この4小節の中でも作るといいかなと。3連符の流れっていうのは、この、ここがですね、これギターのソロなんですけど、チャッチャーン、タブディブディドダブディダっていうフレーズを演奏してるんですね。だから、ここを拝借して、これターム A のハーフを使ったんですよ。なので、相手のどこかの一部分を繰り返して、発展した音が生まれて、で、また同じのに戻ると、すごくこう、言いたいことが伝わるというか、で、この相手がこのフレーズやって、そうすると、相手のフレーズって3連符ってここしかないでしょ。3連符の装飾音符なんですよ。だから、シンコペーションブックみたいに、こう、これが
間埋まれるから、間埋めてもいいんだけど、埋めるとものすごく長く感じちゃうんですよ。なので、埋めなくてもできて、で、それを埋めていきたくなったら埋めれるっていう形にした方が全然いいんですね。だから、ドラムソロってそんな難しくなくて、これもそのままもうセッションに行った時、このまま4つ覚えて、このまま使ってもらったら、結構イエイって言われますからね。こっちの方がイエイって言われるから。3年使ってて、拍が分かんなくなるより、絶対こっちの方が分かりやすいから、みんな入りやすいし、絶対こっちの方がいいんですよ。で、タカタカタドンっていうの。これは、4とタメ。で、まあ、変形させるのにハイタム。で、タメとタメにして、まあ、違う、また、違う箱ができたから B にして、で、これは、要は、タームAのハーフです。これよく使うね、スネアとフロア。めちゃくちゃ簡単で、これ AABC になってますね。だから、4番とターム A のやつのセットが2つ。で、ターム A のセットが次 B が全然違うのが出てきて、だんだんってのはターム A のハーフだから、だから C になって、AABC 構成になってます。次。これもだから、最初と一緒ですよ、ね。で、タムに行ってもいいよ。で、こんだけでドラムソロできるっすよ。だからもう皆さん考えすぎ。だからこれハイハット踏めたらいいけど、でもこのフレーズってハイハットなくても成立するんですよ。フレーズが表から入るのね。表から入るけどジャズらしいんですよ。めちゃくちゃ使いやすいんでね。で、これ、これはターム A を。ここの間だけで A、A、B、A になってると思ってもいいかなって感じですね。だから A と B や。で、これ、タドとダンダン。これはコンファーメーションの。よく聞いたことあるの。タドとジャッジャーン。これ定番フレーズなんですよ。なのでこれ2小節のフレーズなんで、これってターム A とターム A と1と A のハーフ使ってるだけ。これフィルインなくてもいいんで、そうするとこれ2回やるだけでフォーダンスできるから、めちゃくちゃ簡単でしょ。だから要はジャズのちゃんとしたワードをしっかり組み合わせて練習すれば何も難しいことは全然ないんですよ。なので、こんだけのフレーズほぼほぼターム A と、ちょっとしたフレーズだけで作った、4つなんですけど、これめちゃくちゃ出来がいいと思うので、よければぜひ使ってください。じゃあこれ一回ね、このコーバースのやつを4小節通してみたいと思いますね。それでは聞いてみましょう。いかがだったでしょうか。こんだけで全然ジャズっぽくなるんで、こんなあんまりいろいろやるよりはまずはこういう分かりやすい、もうこのままこのプリントね、メルマガの人はダウンロードできますから、このまま練習してもらえばいいかなと思います。ドラムソロ悩んでる方はまずここからやっていただければいいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。
このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。